今日は2013年の5月15日ですね。朝日新聞の一面に石原氏が橋本氏を擁護ということで、日本維新の会の石原慎太郎が、旧日本軍の慰安婦を必要だというふうに発言した、この橋本氏を擁護した、まあ押して知るべきということで、さもあらん、この人たちであればこういうことを思っておるんだろうな。昨日も言いましたけれども、結局日の丸君への強制を罰則で強制してはばからないような人たちというのは、まあ軍に慰安婦があってしょうがねえんだという、そういう人たち、全くその辺は多分重なるんだろうと思いますね。そしてそれに対して、まあ欧米アメリカはまあとんでもないと思ってるわけですね。過去の行為を正当化する後ろ向きのナショナリズムであれば共感を得ることはできない。そして日本は何者でどんな国になろうとしているのかという疑問が起きる。結局今の安倍政権にしてもですね、一体どんな国でどんな国になろうとしているのか、まあ他の国が立派な国、日本を批判しているアメリカというのが非の打ちどころのない立派な国というわけじゃないですよね。いろいろ問題抱えてます。けしからんこともやっております。しかしそれでも、それからそれが批判している内容というのは私は正当なものだろう。人権というものに関する感覚というのは、まあやってる行為はともかくとしてですね、日本はああいうアメリカよりもはるかに遅れているんだ、まあ、そういうふうに思わなければいけないだろう。ろくなことないです。結局戦争をやりたくてしょうがないような人たち、そういうふうに考えなきゃいけない。多くの犠牲者を出して涙に暮れる家族を出して、それでもいいんだ、勇ましい方がいいんだ、まあそういう人たちだと考えなきゃいけない。金儲けの好きな企業と結託して、そのために国民を犠牲にする、そういう人たちだと思わなければいけないんだろうというふうに思います。許してはいけないですね。今日は曽我兄弟という歌です。解説を読みますと、敵討ちとして赤穂浪士に並んで有名な史実をテーマにした歌です。工藤常付に父を謀殺された曽我十郎五郎の兄弟が富士の裾野の巻狩りに参加していた常付を討ち取り、18年ぶりに復讐を果たした物語です。これ鎌倉時代の話ですね。この富士の巻狩りというのは、頼朝が政権を取って、権力を取って割とすぐ後に行われた、だからいい国だから1195年だかなんだか、その辺の頃にあった巻狩りの時に起きた事件で、ネットを見ると頼朝はこの事実を、こういう事件があったことを隠そうとしてたとか何とかあります。一説にはこの頼朝を暗殺しようとしたんじゃないか、この後襲おうとしてるようなんですね、まあ、失敗してますけど、ちなみにこの十郎五郎という兄弟、十郎の方はその場で、他の侍に切り殺されて死んでしまっております。詩を読みますと、富士の裾野の夜は更けて宴の豊み静まり、館館の火は消えてあやめもわかぬさつき闇ということです。来たれ時宗今宵こそ18年の恨みをば、いでや兄上今宵こそただ人うちに敵をば、共に松明振りかざし目指す館に打ち入れば、敵工藤は酔い伏して前後も知らぬ高い引き、まあ、これはなんか歴史的な事実みたいで、酒飲んで寝とったらしいですね。
浮世すねつけき父の仇、十郎五郎剣山と枕を蹴って驚かし、おきんとするを旗と切る。敵は報いぬ今はとて、出会え出会えと呼ばわれば、折しも小雨降り入れて、空にも名乗るほととぎすという。聞いたこともない歌で難しいんですけども、2番ぐらいまでやってみます。歌です。今日はこれぐらいしておきます。